皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はゼクシー購入いたしました。特別付録はストロベリースニルアフタヌーンティーリビングブライズビッグポーチです。それでは開封していきましょう。はい、開封いたしました。今回の付録はストロベリースニルアフタヌーンティーリビングブライズビッグポーチです。それではご覧ください。ポイントはやはりこのストロベリースニル柄ですね。はい、たくさんのストロベリーが2つついたちょっと小さめなものから大きいサイズのストロベリーまで様々なプリントがされております。でカラーはピンクですね。ちょっと薄めのピンクとなってまして、素材はポリエステル素材が使われております。で上から見ると、そしてこちらですね、持ち手がこのようについておりますので持ち運びにも便利な仕様になっております。でこの持ち手の部分にもしっかりとストロベリーが、はい、プリントされておりますね。で底の部分はこのようになっておりまして、もう総柄のデザインですね。でこの深さがかなりありますので、たっぷりと入るビッグサイズとなっております。はい、そしてこの縁のこの枠を作っている部分ですね、ここはちょっと硬めの素材になっておりますので、しっかりとこう形がですね崩れにくいポーチになっております。そして開口部はご覧の通りダブルジップ仕様のゴールドのジップが付けられております。それでは開けていきましょうか。ジップはですねこのようにここまで開くことができますので、ガバッと開くことができそうですね。はい、それでは開けていきましょう。このようになっており、仲が良すぎる美白夫婦です。はい、やはり夫婦仲良く過ごしていきたいものですね。では中をご覧ください。内側はですねこのようにやはりかなりの深さもありまして、容量たっぷりといった感じですね。で内側はピンクなんですけど、外側よりもさらにちょっと薄い感じの、はい、ピンクになっております。はい、そしてここにポケットがついておりまして、はい、で上のこの蓋の部分ですね、ここにもメッシュポケットがついております。こちらは1ルマンドサイズとなっております。はい、まあ、このサイズに関しましてもこだわりがありますね。はい、ですのでメイン収納も1ルマンドサイズとなっております。はい、とても使いやすいサイズになっているかと思います。はい、そしてこちらのポケットには一口ルマンドのぴったりと入ります。非常に分かりやすい設計となっております。はい、ちなみに昨日紹介しましたこの美的のポーチと比べますと、この外側の外径のサイズはですねほぼ同じようなサイズになってるんですけど、深さがやはりこれくらい違いますので、容量は今回のゼクシーのたっぷりと入ります。はい、まあ、使い方は様々あります。私の場合は机の上に置いてあるこういった小物類ですね、整理する収納ポーチとして使ったりとか、もちろん化粧品ですね、化粧水ボトルなどもたっぷり入りますし、その他使ってない長財布を収納したりとか、あともちろん新居として使ってもいいと思います。はい、ということで様々な使い方がございますけれども、最後に容量測定をして終わりたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。ポーチの容量は21ブルボンです。ブルボンすぎるアフタヌーンティーリビングブライズビッグポーチおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回も300円のゼクシーの付録アフタヌーンティーリビングビッグブライズポーチでした。それでは最後に来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちらになります。はい、ニャンとも猫まみれポール&ジョーエコバッグ&ポーチ2点セットです。はい、ご覧ください。ニャンとも言えないセットになっておりますね。はい、まあ、お買い物にちょっとしたお買い物に便利なサイズとなっておりまして、さらにこちらニャンコさんのお顔の形をした、ポーチもついているということです。
で、カラーもですね、ピンクということで、にゃんとも可愛いカラーとなっております。はい、それでいて300円ということで、来月号もとってもお得な付録になってますね。来月号は4月21日発売となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。